はい、どうも、龍太郎です。今日はね、シャネルの2023年春夏のプレタポルテのね、コレクションショーがあったので、そちらのね、ライブを見た感想というか、そちらでね、気になった服とか、まあ、ショーの印象をね、話せればと思います。そうですね、今回のショーは全部で71ルックほど、まあ、あって、ショー全体、は、まあ、白と黒が多いのかなと思ったら、途中で、ピンクが出て、金が出て、白で締まるというような流れでしたね。うん。まあ、その中でね、ルック4個について、お話をしようかなって思います。まず、ニコニコに分けて、欲しいなと思ったルック2個。気になったルックっていうのが2個の計4つで、今日はお届けします。着てみたい気になったルックが、まず、ルック14。ドン。カメリアかな?の模様で、まあ、ポルカドットというか、まあ、ドットがちょっと施されてるジャケットですね。うん。これがちょっと気になりましたね。これの2個ぐらい前から、まあ、ポルカドットっていうか出てきて、で、なんかちょっと惜しいなと思ってたとこに、このジャケットが来て、欲しいなって思いましたね。うん、これは。カメリアでね、可愛いだけではなくて、まあ、この襟元と、このポケットの部分が黒くなってることで、なんか締まった感じがしてね、自分的には結構いい感じに見えましたね。うん。でもまあ自分の好みが結構最近クロップド、短い丈のものが好きだから、まあそれとはちょっと相反しているけれども着てみたいと思える服でしたね。うん。まあ素材的に安くはないだろうから、買えるかわかんないけど、まあ、ぜひね、試着ぐらいはしてみたいですね。うん。まあ、それがね、ルック14のジャケットでございました。で、続きまして着てみたいと思ったのは、ルック27です。ドン。ルック27はギラギラですね。簡単に言うと。まあ、マイルック結構綺麗、まあ、キラキラな服って登場するんですけど、今回はブラックに、ブレード部分と、ボタンが白、銀に、まあ、あしらわれてる。ジャケット、いや、これは着て動いてみたいですね。うん。自分はキラキラするものが好きなんですが、まあ、やっぱりね、ここまでキラキラするジャケットっていうのは持ってないですので、いや、着てみたいなって思いますね、これ。うん。かっこいいだろうなって思います、ね。黒も綺麗なんですよね。なんかシャネルの黒ってすごい、なんだろう、他の黒と違うく見える。というんでしょうかね。うん。すごく気になります。これも実物を見てみたいですね。ぜひ。って思っております。っていうのが、まあ着てみたい2着。まあもう簡単にですけど。ですがね。うん。で、まあ2つ。気になった、ルックのご紹介、2つあります。まず1つが、51番。ドン。まあバイカラーの、まあ、ニットというんでしょうか、これは。なんですが、まあ、シャネルって結構もう左右対称が多いイメージなんですよ。これはアシンメトリーで、まあ、色使いいいし、ちょっと変わってるなって思って、このね、ルック51をチョイスさせていただきました。ね、男性が着れるかって言われると、際どいものなので、多分着れないんですけど、でもなんか、ちょっと頭に残るルックでしたね、これは。うん。シャネルにしては珍しく左右非対称。かなって自分は思ったんで、印象に残った一ルックでしたね。うん。で、今回ね、ちょっと自分的に、一番印象に残りました。ルック63です。ドン。いや、これなんかシースルーの使い方すごい綺麗だなって思って、すごく頭に残りましたね。まあ、これも、その男性が着れるかって言われるとまたちょっと、まあ違うかなっていうルックなんですが、なんだろう、ちょっと神秘的というか、まあ、まず上はシャネルらしい部分があって、でそれがねすごく芸術的、下も含めてね、まあ下半身の方も下の方がシースルーではなくて黒く、まあ普通に布があって下を重く してて神秘のベールって感じ。なんか例えになってるか分かんないけど、すごい、うん、芸術的なものを感じました。このルック63にね。さっき言ったルック51は別に
すごいとかそういうんじゃなくて、まあちょっと印象に残ったっていう話で言ったんですけど、63番はちょっともう芸術の域に見えます、自分的には、うん、もうこれ体のラインが綺麗な人来たらすごいかっこいい綺麗なんだろうなって思いましたね。素晴らしい服だなって思います。残している部分も、もうその部分があることによってシャネルらしさがちゃんとある、そういう部分を消してないから、シャネルらしさもありつつ、芸術的な、その何でしょう、中世の芸術というか肉体美を感じさせられるようなシースルーの作りで、自分的にはね、うん、だからすごいなって思いましたね。で、まあ、今回のプレタポルテはお店に遊びに行って何点かね実物を見てみたいかなって思いますね、うん、っていう、まあ、今回のね簡単な、紹介でしたが、4つほどねルックの話をさせていただいて、今日の動画はもうおしまいです。パッパと見て、パッパと動画を撮って、これが直感的なね、まあ、24歳シャネル好きの感想になりますね、うん、皆さんはねこのルック見てどう考えられたでしょうかね、うん、まあ、どのルックがいいとかっていうのはやっぱり人によって違うと思うし、まあ、自分は今回ねこの4ルックを、紹介させていただきましたが、まず中にもいつも通りというか、まあ、いつものようなスタイルのジャケットもたくさんあって、もちろんそれが好きな方もいらっしゃると思うし、まあ、自分は結構ね、まあ、比較的目新しいものっていうのが、まあ、好きなタイプですんで、まあ、特にね、まあ、着たいと思った前半2ルックは置いといて、後半ですね、今回一番インパクトがあったのは63番のルックでしたね、うん、あとはまあ全体的に耳のアクセサリーが多いイメージでした。多いというか、その重い、なんか軽いアクセサリーではなくて、今回結構ジャラジャラしてて、まあ、ジャラジャラはまあちょっと見てわかる通りジャラジャラしてるのが好きなんで、まあ、服プレタポルテ以外にも、まあ、アクセサリーがねどんな展開なのかわかんないけど、ちょっとそういうのもね気になりましたね、という感想でございました。まあ、皆さんもどのジャケットが良かったとか、どれ着てみたいとかね、あって、まあ、どれを買う予定とかあればね、ぜひぜひ教えてください。というわけで今日の動画はこれぐらいかな。まあ、本当にショーを見て直感で、4ルック紹介させていただく動画でしたけれども、いかがだったでしょうか。こんな調子でね、シャネルのまあ情報とか、まあ、ファッションをメインとしてね動画を投稿しておりますので、ちょっとでもね面白いと思った方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしております。というわけで、ね、今日はここまでになります。それではご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく、そして高評価もよろしく、インスタグラム、ツイッターもやってるのでよろしくお願いします。また見てね、お願いします。